いろいろ今ウクライナの情勢もますます悪化していて、非常にね残酷な映像を見たりとかいろいろ心が痛いねという毎日が続いていますが、支援についてですね、結局ウクライナの方大変だ大変だって言ってるだけだともうどうしようもないので、具体的にどういった支援ができるのかであったりとか、今ウクライナから避難されてる方がどういった生活をされてるのか、そういったところをちょっと私たち深掘りして聞いていきたくて、日本の方なんだけどもポーランドで日本語学校の教頭先生をやられている方が今ウクライナからの避難民の方を支援する活動を積極的にやられている方がいるので、直接現地からお話ズームで聞いてみようかなと思います。はい、今回ちょっとコラボをさせていただくんですけども、今回ちょっとご出演お願いした方が今、ポーランドにお住まいになるんですかね。ワルシャワ日本語学校の教頭をやってる坂本龍太郎さんになります。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お世話になります。坂本さんは今ポーランドでもう約12年ぐらい住んでらっしゃるということで、今はポーランドってウクライナの隣にある国なので、今一番ウクライナの避難民っていうのかな、避難民が一番多く避難してるのがポーランド。坂本さんはそういった避難市民の支援の活動をやってらっしゃるということなので、実態みたいなものを直接お伺いができたらなと思うのと、何かできることがあれば、そういったところも発信したいなと思ったのでお声かけさせていただきました。はい、お忙しいところお時間いただいてありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本さんはワルシャワで日本語を教えてらっしゃると思うんですけども、ポーランドは一般的には何語でお話しされるんですか？ポーランド語っていうのがあるんですか？そうですね、はい、もう国中全部ポーランド語ですね。そのロシア語とかウクライナ語とか、あとベラルーシ語とかと同じようなスラブ語の語族に入っています。英語はどのくらい伝わりますか？ポーランドで。ポーランドで言われてるのはですね、若者大体その30代ぐらいまではやっぱり英語が通じるんですね。で、40代より上になるとそのロシア語の方がまだ通じるんじゃないかっていう人がいるんで。避難民の方って高齢の方も結構多いと思うんですよね。やっぱそういう方は言語とかってどうしてるんですか？私こちらで避難民の皆さんと接する中で使用している言語は全てロシア語です。ロシア語以外は正直使ってないんですね。なんで正直そのロシア語がないと支援が難しいっていうのが正直なとこありまして、例えばそのポーランド語でもこう普通に通じるわけじゃないんですね。その文にすれば大体2割ぐらいわかるかなっていう人はいるんですけど、全くポーランド語わからないっていう人も多いんで、そういったところで例えばそのスマホのアプリを通してポーランド語で言ってロシア語で見せるとか、そういう支援にしている方もいらっしゃいますね。でもやっぱりその目を見てしっかり話すっていう中ではやっぱりロシア語がメインですね。僕はもうてっきり英語とかそういうので会話してるんかなと思ってたんですよ。全然知らなかったので。ちょっと日本でもね、最近駅の方でロシア語がちょっと案内あるのが不快だからちょっと撤去してほしいっていう声が多かったんで撤去されたりとか。そういうのもあったりするんだけども、結構ロシア語自体を使っている人たち、ウクライナの方も圧倒的に多いっていうのはやっぱちょっと何とも言えないですね、本当に。こちらはそのウクライナって日本で報道されてると、東の方はロシア語が中心で西の方がウクライナ語が中心って言うじゃないですか。ただそのウクライナの西の方の人たちでもですね、テレビで例えば子供の時からいろんな昔話をロシア語で見てたということもあるんで、一応ロシア語を聞いて通じるんですね。なんで私がロシア語を話して向こうからウクライナ語で返してもらう、そういった会話も一応成り立つようになってますね。ただそのキエフとか東の方からいらっしゃる皆さんって生活言語みんなロシア語で、家の中でロシア語を話してきてるわけですよね。ロシアに親戚とか家族とかいる人も結構いるんで、そういった中ではロシア語は本当に第二言語として国の中で位置づけてもいいぐらいの地位を持ってますね。じゃあでも今はそのどうしてもロシア語でしかうまく伝えることができない環境にあるから、本当は使いたくないんだけども、もう仕方ないから今はロシア語で会話をしてるっていう方が多いってことですね。リアルなところを聞きたいんですけど、私たちテレビで見てると、ポーランドにものすごい何百万人っていう方が今避難民として避難されてて、その他周辺国にもいろいろ避難されてるってことなんだけども、避難民の方がどんな感じの場所にいるのかとか、例えばそのイラク戦争であったり他の中東の戦争ってなんかこう外にテントみたいなのを張って、そこにこうなんか難民キャンプみたいな感じでやってるイメージがあるんだけども、そのポーランドだとまたちょっと環境が違うので、具体的にどういった生活を今避難された方はされてるんですか？多くの避難民の皆さんはですね、その実はその2月末とか3月の初めって結構まだ寒くてですね、夜はマイナス10度とかになったんですよ。はい、そういった中で避難のキャンプとかテントとかをつけてそこに入れるというわけではなくて、一番初めに開いたのは小学校の体育館ですとか市民体育館です。でも現在その避難所というところにいる避難民の皆さんは減ってます。なぜかというと、その避難所に行ってですね、そこでいろんなマッチングをしてポーランドの各家庭に送られてですね、ポーランド人と一緒に一つ屋根の下で住んでいるという状況なんですね。で、その生活としては本当に避難生活というよりもですね、今までのそのおっしゃったイラク戦争とかそのシリアの戦争とは全く違って、こちらの家庭に入って子どもたちは学校に行き始めています。ポーランド人と一緒に学校でポーランド語で学んでいます。で、お母さん方は人によってはもう仕事を見つけている人もいますし、これからその仕事を見つけようということでレジュメとかを書いたり、いろんなところにその面接に行ったり、そういった生活をしていますね。日本だと避難されてきた方に、一時金として政府がいくらか出したりとか、1年間2年間の単位でいくらか支援する動きがあるんですけども、ポーランドではその辺はどうなんですかね。いや、ポーランドもいろいろ国としてですね、たくさんの支援がありまして、避難が始まった当初はその国境の町とワルシャワの間に人道列車というのを走らせました。それもちろん無料です。で、現在でもポーランドの中の国鉄、日本の JR のようなもの、それは全て無料で利用できますし、動物園などでも今ウクライナの皆さんは無料で入ることができますね。その他金銭的な支援としては子ども手当というのがありまして、0歳から18歳までの子どもは国から1ヶ月にだいたい1万ちょっとですかね、それぐらいのお金を受け取ることができますね。一応その一時金としてだいたい1万円ぐらいもらえるというのもありますし、あとそのポーランド人の家庭に入った場合、1人1日につき40ゾロチ、だいたい日本円で1000円ぐらいですけど、それぐらいのお金を受け取れるということになってます。それはどうなんですかね。生活としては成り立つものなんですか、そのぐらいの金額があれば。いやー、正直難しいですね。成り立たないですね。国からお金をもらうですとか、子ども手当をもらうとか、それをもらうまでに ID を作らなきゃいけないとか、こちらの個人番号をもらわなきゃいけない。あとその銀行の手続きとか、銀行の口座を作らなきゃいけないわけですよね。そうなると、その手続きっていうのも全てポーランド語なわけですよね。でかつその一気にこの200万人ぐらい の、 そのウクライナ人が入ってきて、その人たちがこう行政に行ったところですぐ全員そういう手続きができるわけじゃないんですよね。なんで本当に1週間待っても全然できないという人もいますし、多くの家庭では自己負担というところで食費とか生活費、交通費、そういったものも家庭が負担してるっていうのが現状ですね。でもそれは受け入れる側が善意として私負担しますよという形で受け入れてらっしゃるってことなんですね。そうですね、全くその通りですね。ポーランドもこの1月から電気代とかガス代とか上がってるんですね。部屋があっても経費として払えないんで受け入れが難しいですっていう家庭も実際にたくさん存在します。これからですね、このウクライナの皆さん増えてきた中で受け入れ家庭見つけるっていうのはすごい難しくなってるんですね。ドイツとかフランスとかスイスとかそっちの方に行くっていう方もいらっしゃいます。寄付するにしてもどういうふうに寄付をしたりとか手伝ったりすることができるのかなっていうふうに考えてるんですけど、寄付っていうのはその2つあって、お金の寄付と物質の寄付があるわけですよね。その物質の寄付、物の寄付としては例えば服とか食べ物とかそういったものをそれぞれの行政に持って行ったりとか、あとは避難所に持って行ってそこで自由に置いてですね、その取れるようになってるわけですね。それはウクライナの皆さん自由に持っていくことができます。でもう2つ目のその金銭的な支援というのはやはりそのポーランドの赤十字ですとかそういったところに入れるわけですけど、実際その私見ていてそういった物資または金銭の支援が必要なのってポーランド国内よりもウクライナなんですね。ウクライナ国内で例えば本当にマリウポリですとか東の方で逃げることができなかった子どもたちや高齢の皆さん、彼らの生活の方がずっと厳しいわけですよ。ポーランドに入ればここにミサイル飛んでくることもないですし、一応ポーランドの中で学校にも入れて、一応生活は平和で安心なわけですよね。ただそれがないのがウクライナなんで、私はそのポーランドに対してもやっぱり受け入れ家庭とかに支援は必要だと思うんですけど、私も実は今力入れてるのはウクライナ国内の支援です。実際にお金の面で寄付をしたとして現地に届いてるんですかね。そこがよく感覚として寄付はするんだけども本当に届いてるのか、もしくは寄付の仕方、あり方を変えるべきなのか、寄付する場所を変えた方がいいのかとか、どこを選択して寄付していいのかなっていうのもかなり悩んでるんですよ。その寄付なんですけどね、届いてるか届いてないかというところで、日本から物を送るってなるとやはりこちらで関税の問題とか税関に留め置かれるとかですね、そういった問題があるわけですよね。そういった意味でその日本からいろいろ送ってもらうっていうのもいろいろな壁があるわけですね。またその支援物資っていうのが今必要なものを日本から送った場合時間もかかるんで、届いた時にそれが必要かってまた違うかもしれないんですよね。必要なものっていうのは今必要で1週間後は分からないっていうところもありますし、そんなところでですね、日本からいろいろ寄付してもらうときにやはりお金っていうのが一つのポイントだと思うんですね。でそれでウクライナの大使館ですとか日本赤十字がやっているウクライナの支援のお金とか、そういったものはもちろん今届かなくてもいずれ届くことにはなると思うんで、絶対にやらないよりはやった方がマシだと思うんです。今必要なお金っていうのはもちろん届いてます。今必要じゃないからといって将来も必要じゃないかというとそんなことはなくて、戦争が明日終わってもそこからまたそのインフラですとかいろんな小学校や幼稚園やまたその病院とか破壊されてますよね、はい、そういったところもありますし、不発弾の処理、地雷の撤去、本当に長い長いウクライナの支援が必要なんですよ、はい、そういったところで今払ったお金が将来的にウクライナの復興に使われるっていう意味では、決して今すぐそれが届かなくてもやはりその寄付金というのを出す意味はあると思います。ポーランドの方って今どういう感情なんですかね。現在の感情っていうのはですね、実はその侵攻が始まったばかりのその初めの感情とはかなり異なってきています。初めに戦争が始まってですね、2週間ぐらいってこのポーランドの多くの人がウクライナ人を助けたいっていう気持ちがあって、それで自分の仕事を休んでですね、車を出したり物資を届けたりしたんですね。皆さんそれ、2週間3週間ぐらいで終わるんじゃないか、だったら今ちょっと仕事を休んで頑張ろうっていう人は多かったんですよ。ただもうこれ1ヶ月以上続いてますよね。それでポーランドの皆さんも初めに持っていた熱っていうのはやはり自分の仕事、自分の家族、いろんな義務があるんでなかなかずっと継続することができないで、今いろんな家庭がこちら受け入れてますけど、ポーランド人の中で先ほどおっしゃったようなその衝突、文化的な問題っていうのはたくさん出てきています。例えば国内でも言語の問題っていうのはもちろんありますし、子どもたち学校に行かなければお母さんは仕事ができない、学校に行ったところでそこ全てポーランド語なわけですよね。なんで子どもたちが全部理解できるわけではないんで、そこで子どもたちのサポートも必要ですし、子どものストレスももちろんたまります。文化的な面で言いますと、ウクライナの東と西、北と南でも文化違うわけですよね。ウクライナ国内で違うのに隣の国だといってもポーランドってもっと違うわけですよ。言葉も食べ物も。そういった意味では文化的な摩擦っていうのは結構出てきていますね。で、言葉の問題だけでそのやっぱり誤解とかそういったものも出てくるんで、そういった意味ではポーランドの皆さん今どんな感じですかと聞かれていると、疲れている人が大半です。でその疲れているっていうのはそのポーランド人だけではないんですよね。最近よくニュースになっているようにウクライナに帰国する方も結構今増えてきてます。満単位で今帰国する人もいますね。ウクライナが安全だから帰国するっていうことじゃなくて、こちらに1週間とか2週間の気持ちで来てるわけですよね、ポーランドに避難して。それが1ヶ月以上続くとなると、もう2週間で帰れると思ったのにっていうところです。避難疲れ、っていうのは今双方に出てきている状況です。なんで、これをどう長く続けていくことができるかっていうのが今一番の課題です。ちなみに坂本さんは今具体的にどういった支援をされてらっしゃるんですか？一番行っている支援はやはりそのウクライナ国内にいろいろ物を送るってところなんですね。で、それはどこで何が必要なのかってことを聞くんですよ。頼まれたものは電池がやっぱ足りないってところなんですね。その前はですね、例えばマットレスですとかシーツ、あとはガスコンロっていうのが足りないって言うんですよ。あとは発電機、それも買って送ってます。電気がない地域ではスマホが使えなければポーランドに出ている家族とも連絡取れないですし、その状況っていうのも入ってこない。そういったところで発電機とか電池とかそういったものを送ってます。で、これから私が一番必要で買わなければいけないものはやっぱ医薬品ですね。こういう色の小さいパックで中にいろんな包帯ですとかそういったものが入っているもの、そういうセットっていうのが今求められてます。日本では地震の時に女性の生理用品が不足するとかっていうこともあったりするんだけど、その辺はどうですかね。いや、生理用品本当に必要ですね。私こちら避難所でもですね、結構生理用品が足りないっていうことで買ってますね。で、結構その性的な暴行を受けている女性がすごい増えてて、彼らに対する医薬品の方が生理用品も必要だっては聞いてます。その医薬品っていうのはそのピルとかそういったものになるってことなのかな。こうしなかった妊娠っていうのも増えていくわけですよね。将来的にはそのロシア兵との間に子供ができてしまったらそれやっぱ中絶したいとかそういったこともありますし、その性的暴行を受けてすぐであれば飲めばそれで妊娠を防ぐことができるとかそういったこともあるわけなんで、そういった薬品ですね、そういった医療品が今すごい求められてます。ロシアからも避難しているロシア人が結構最初いたんですけど、そういうロシア人っているんですか？あ、いますね。いますいます。ただ実際ロシア人の方がこのポーランドに入った場合にパスポートを見せたらやはりそのホテルで泊まれないとかそういった話も聞いてます。なんか私たちも日本国内に来る避難される方にちょっとなんかお手伝いしたいなという気持ちもありつつも、ただやっぱりロシア人なので私たちは、なんでお前らが手伝ってきてんだみたいな感じになるのかなとか思ったりもするんですけど、手伝いたいけどその手伝っていいのか、どう手伝ったらいいのかって、なんかどう話しかけていいかみたいなのもちょっと分からなくて、で実はですね、その日本に避難している方々ってもちろんもうポーランドも同じなんですけど、子供が多いんですよね。子供っていうのは正直その幼い子はなんで戦争が起きてるのかわからないっていうのは実際あるんですね。で実は私その一昨日このウクライナの子供たちが通ってる学校でですね、一緒にその絵のワークショップやったんですよ。はい、そしたらこれちょっと見てください。こんな感じで絵描いてきたんですよ。ロシアの国旗入ってるんですよ。これ描いた子はですね、ウクライナの9歳の女の子なんですよ。私これ息飲んじゃって、この子ロシアの旗描いたの。他にもそのポーランドとウクライナと日本の旗書いて、地球を書いて、で下にウクライナ語でミール、まあロシア語でも同じですけど平和って書いてあるんですね。もしかしたら彼女はロシアに対して全く敵意を持ってない、ロシアとも手を取って平和になりたいっていうのも思ってるかもしれませんし、ロシアに親戚とか家族がいるかもしれません。でそういった意味ではそのロシア人だからといって子どもたちはそんなに憎しみというか、それは抱いてないなっていうのが私の感覚なんですね。あと聞きたいのが、視聴者の方は日本の方が多いんですね。でその日本の方が今できることっていうのは何なんだろうなって、多分みんなすごく悩んでるんです。もちろん募金とかもあるだろうし、いろいろあるんだろうけども、どういったことができると思いますか？やはりその長い目でウクライナを見てほしいっていうのが一番初めなんですね。その戦争始まって1ヶ月半経ちまして、だんだんやはりその自分の感覚の中で戦争のニュースに慣れてしまったっていう方も多いと思うんですよ。ただそのウクライナの戦争は何も変わっていませんし、悪化してるんで、長い目で戦争に慣れないで今後もウクライナに関心を持ってほしいというのが第一ですね。2つ目として、できるところでできることをするっていうところでです、やはりその募金っていうのもありますし、あとはもう一つ SNS は誰でも使います。そういったところで自分のウクライナを応援する気持ちっていうのをぜひ発信していただければなと思いますし、将来的にはやはり目に見える支援、またウクライナに何かを送るにしても、送った時にそれが日本のものだって分かるような支援をしていただきたいんですね。なぜかというと、このポーランドからいろいろ送れば、それはポーランド語で皆さんポーランドが応援してくれてるってことをウクライナの皆さん分かるわけですよね。ただその遠い日本からもあなたたちのことを見てるんだ、あなたたちを支援したいんだってことを分かるように、私はこちらでいろいろパソコンとかを買ったらそこに日の丸をつけて、日本もあなたたちと共にありますってことをウクライナ語で書いて送ってるんですね。そうすればその地球の反対側の日本の人たちも、今はここ戦場は大変だけど応援してくれてるんだってことをぜひウクライナの皆さんに伝えてほしいっていうのがあるんです。やっぱりそういう声はすごく響くものなんですかね？いや響きますね。本当に日本がっていうところが大きくて、目に見える支援っていうのをぜひしていただきたいなと思います。その今後の未来を含めた支援と、その日本との関係性を築くっていうところまで込みで考えると、ちょっと新しい視点やったかなとちょっと自分は感じますね。坂本さんの今のこの活動を何かサポートする方法とかってあったりするんですか？私は今結構いろんな日本の皆さんからですね、支援金というのをいただいてます。私の日本の口座に入れていただいて、私こちらでカード持ってるんで、それで引き下ろして支援してるんですね。ここで付け加えておきたいのは、実は日本在住のロシアの方からも支援金いただいてます。今それまあ全部で2400万ぐらい集まっていまして、それまあ随時こちらで使うようにしてるんですね。だからそういった支援ももし可能であればしていただきたいなと思いますし、確実にそれは私の SNS なので何に使って、どういうふうに届いているのかっていうのも伝えるようにはしています。どこかで発信してるんですか？ Facebook だったりだとか。あ、そうですね。Facebook で、はい、発信してますね。どういうことをやってるかね、その多分支援した人もそれをやっぱ見たりすることで、自分がやってることが役に立ってるっていう風に思えれば、なんか最後に伝えたいこととかはありますか？現地から日本人皆さんのものは難しいですけど、その分思いを受け止めてこちらで頑張るんで、ぜひ日本から支援見守ってくれる、またそのウクライナ情勢に関心を持ってほしい、長い目でぜひお願いしたいなと思ってます。ありがとうございます。すごく貴重な時間でした。今日はありがとうございます。本当にお時間いただいて、こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで今日はポーランドで活動されてる坂本さんにお話を伺ったんやけども、私たちが想像してる以上にちょっと見えてない部分っていうのはものすごくたくさんあるんやなっていう、もちろん避難されてる方が大変とか現地の方が大変なんだっていうのはすごくわかるんだけども、まさかの部分で大変な思いをしている。だから直接的にね、そのウクライナの人と関わってる人だったりとか、支援を実際に行ってる人たちからこうやって声を聞くことはなんかすごい大切、意義のあることだと思う。まあ私たちもこういうね、現地の方の活動されてる方であったりとか、そういう声をもし発信できたら今後も発信していきたいし、まあどこに支援していいか、どこに寄付していいか分からへん、そういう人もたくさんいると思うから、ウクライナの方をどうやって支援できるのかっていう方法を発信するのも一つ私たちの役割にもなってくるのかなと思います。はい、いや今日は貴重なお話を伺えた坂本さんの、まあ、活動内容であったりとか、まあ、その他ねいろいろ見れるようなサイトとかはね、こちら貼っときます。まあ、直接坂本さんを支援するってこともできますので、その支援する方法であったりとかも概要欄の方に載せておきますので、チェックをしてみてください。以上になります。ありがとうございました。